応援団か。そういえばもう体育祭の時期だったね。うちの学校の応援合戦は名物行事とも言われているらしいけれど、一体どんなものなのかな。校内も体育祭というより応援団の話で持ちきりだね。それほどに期待されているということか。応援団の人たちにとってはなかなかプレッシャーだと思うけれど、そんなに面白いのなら僕も一観客として楽しみだな。いたいた、神城先輩。二人ともどうしたんだい？実はちょっと相談したいことがありまして。ルイのクラスって体育祭で青組だったよね。ああそうだけど。だよね。実は僕たちのクラスも青組なんだよ。へえ、それじゃあ僕たちは共に剣を掲げる戦友となるわけか。そういうこと。一緒に頑張ろう。ってことで、そんな大切な戦友にドストレートなお願いがあるんだけどさ、青組の応援合戦手伝ってくれないかな。え？実は私たちクラスで応援団になったんです。応援団に？白石くんはともかく、瑞希が。だから応援合戦のことを考えないといけないんですけど、うちの応援合戦ってなんていうか、結構フリースタイルらしいんですよね。そうらしいね。聞いたところによると、前回はサバンナがテーマで動物の格好をして情熱的なダンスを踊ったりしたとか。そうそう、力入れてるだけあってかなり本格的みたいなんだよね。僕たちもアイディアを出すことはできるけど、勝ちたいなら誰も真似できないような演出を考えなきゃいけないでしょ。それでルイのことを思い出したんだ。前にやった結婚式の演出もすごく良かったし、上城先輩にならヘルプをお願いできるんじゃないかなと思ったんです。それにうちの団長も先輩にぜひ来てほしいって言ってて。応援団の団長が？だから応援合戦の演出頼まれてくれませんか？ルイがこういうのにあんまり乗り気じゃないのは知ってるんだけどさ、僕からもお願い。事情は分かったよ。でも僕のクラスの応援団員はもう決まってしまったからね。協力していいものか。それに関しては大丈夫みたいです。前回も団員のお母さんにダンス講師がいて、その人が中心になって演出の指導をしてたらしくて。応援合戦に直接参加しなければサポートを団員以外の人がやっても平気なんだって。なるほど、それなら問題なさそうだね。話を聞く限り上校の応援合戦は独特で、観客を見せるという意味ではショーに似ている。その演出を任されるのは光栄だし、何より面白そうだ。使える舞台の広さや環境、役者ではない団員たちとのコミュニケーション、いろいろといつもとは違う技術が要求されそうだけど。その顔は興味はあるけど悩んでるって感じ。フェニランのショーもあって忙しいもんね。じゃあもし時間ができたら応援団の集まりに顔出してくれたら嬉しいな。だね。団長の話とか聞いたら
どんなことやるのかイメージもつくかもしれないし。上白先輩がヘルプに入ってくれたらきっといい応援ができると思うので、よかったら来てください。集まり自体は毎日やってるので。うん、わかった。それなら一度お邪魔させてもらおうかな。本当？ああ、今日なら少し時間があるからね。みんなが集まっている場所まで案内をお願いできるかい？わかりました。じゃあ放課後教室で待っててくれたら、瑞希と迎えに行きます。ありがとね、ルイ。しかし瑞希がここまで学校行事に乗り気なのは珍しい。何か事情でもあるのかな。到着。ここが僕たち青組応援団の集会所だよ。へえ、空き教室を使ってるのか。各クラスから募られた団員たちももう集まっているみたいだけれど。瑞希たち、演出家に当てがあることはすでに話していたようだね。とはいえ僕を連れてくるのは想定外だったようだけど、まあ校内での評判を考えれば当然か。とりあえずルイには見学ってことで来てもらいました。上白先輩のこと知らない人はそんなにいないと思うけど、ちょうどみんな集まってるみたいだし、自己紹介タイムに入りましょうか。あなたは？2年の上白瑠衣です。よろしくお願いします、団長。団長、まだルイがやってくれるって決まったわけじゃないから。そうそう、さっき言った通り、まずは見学って感じで。すみません、応援合戦に演出をつけたことはないので、新しい分野に興味はあるのですが、まずはどんなものを作ろうとしているのか教えていただきたいと思いまして。というのは？